おはようございます。本日の FX なんですけども、見るのも相場っていう言葉がありますけども、ご存知ですかね。本日は6月8日朝5時ということで、お話をさせていただきますけども、見るのも相場っていうのは、一定の方向性が探れるまではじっと観察しておきましょうってことなんですよね。その観察がおろそかだと、実際にこの値動きがあった時に対応できなかったりするんですよ。だってね、上昇波動っていうのがありますけども、それを上昇波動って見抜けなかったらエントリーできませんよね。ともすれば下降波動と見誤ってしまう可能性があります。前回お話したように3場ガラスの後はどうでしたっけ。さらに価格は下がるわけですよね、セオリーでいけば。でもその3場ガラスに下髭がくっついてると、これは全く別の意味をなすんですよ。つまりはNG 波動の予兆だってことが見分けれるわけですよね。ですんで、私の見るのも相場っていうのは、買いの流れの時に売りのサインが出ましたよと。でもその売りのサインは押し目を作る一時的なものかどうかってことが見極められるまではしっかり観察しておきましょうってことでした。で、今回それがまんまとうまくいって、3場ガラスの後に反転して上昇して N を書くというシナリオがそのまま完成されたわけですよね。じゃあ、その辺を踏まえてですね、今日も相場解説をしていきます。今日は、見るのも相場です。こちらです。はい、日足を見ていますけども、前回まで、争点だったのは、ここを超えられるかどうかってことでした。これはね、エリオット波動を思い出していただきたいんですけども、エリオット波動ってのは、こういう風な推進波が起きた後で、調整波が入ってね、で、調整波が終わったら今度ね、新しい推進波がこちらの高値を抜けていくかどうかっていうところによってフラクタルをもう一回書くかどうかってことが決まって、上昇波動がさらにできていくってことですよね。で、しかも調整が入ってまた上昇波動ということで、右肩上がりの流れがどんどん強化されていくってことになります。これを踏まえて、エリオット波動ではないんですけども、こちらのレンジをブレイクして上昇波動がこういう風にあって、押し目を作って、そして今度は調整波に入りますよね。調整波は一旦下降するんですけども、ここをぶち破っていく新しい推進波に切り替わる、そのためのこちらの調整だっていうことがわかります。このシナリオが説明できるとちょっといい感じになります。いかがですかね。トレーニングを繰り返して、これができるようになっていきましょう。じゃあ次は4時間です。4時間のシナリオとしては、フラクタル図形だったですよね。フラクタル図形っていうのは、もともと、この、ペナントっていうのがありますよね。あれもフラクタル図形なんですよ。値動きがこのように、だんだん小さくなって同じ図形を描いている。そして、最終的には、これがブレイク。どっちかの方向に、しますよねってことだったんですよね。これを少し横倒しして、こういう風な形になりましたよっていうのが今回のフラクタル図形です。このように線を引くことができますよね。この補助線を引く作業がね、ちゃんとできないと相場ってのは見えてきませんから、何回も補助線を引きましょうね。で、収束していってブレイクした時も、ブレイクはこういう風にギザギザしながら、昨日ね、全部回収しましたけども、どんどん大きくなるでしょ。で、今回、この波動が取れましたかってことになるわけですよ。で、今また調整が入って、この辺は様子を見なければ、完全にこのフラクタルが解放された状態になっているかな、というふうに見ることができるからなんですよね。はい。ちょっと難しい言葉が続きました。わからなければね、お答えしますんで、もうすぐ、FX のオリガルヒ限定の放送になりますんで、この動画見れる人は本当一部になります。はい。じゃあ1時間足を見てみますね。1時間での見方なんですけども、小さなロウソク足が並んだところ、その後で均衡が崩れて下に下がるところ、もう説明しましたよね。ここではもう言いませんよ。ここ。ね。ネックラインが同時にできてますよねってことで、この赤い線を私が引いてるわけですよ。ここに。ここもね。で、ここまで保津線が引けたらもう楽でしょ。ネックラインを越えたら、バイでエントリーすればいいわけですよ。ここも同じです。で、こういう風に上がって、まあ私はここでね、すべての玉を決済しましたけども、まあ、想像してください。ものすごく利益が取れましたよ。皆さんに公開しながら、どこで買う、どこで売ると言いながら、そして何ロット残しました。ということを言いながら、利益っていうのは取れていけるんですよ。まあ何よりもの、まあ証明になるんじゃないかなと思います。実際、今週も、まあ私のね、この相場解説に従って、まあ相乗りすれば数十万の利益っていうのはね、まあロットにもよりますけども、取れた方がいたんじゃないですか。私の報告ではね、やっぱり3名ぐらいの方が常にね、利益が取れました、いくらですって連絡してくださるんですよ。いやだからね、もう、儲かりまくりですよ、はっきり言って。FX で。あとは私の解説を見なくてもそれができるようになってくだされば、最後の段階を超えて卒業ってことになります。これは FX オリガルヒの方はみんな目指してほしいところですし、目指せるところなんですよ。さあそこで、ここで決済はしましたけども、新規の買いがどんどん入ってきて、さらに伸びてますよね。で、ここでまた調整が入ってるわけなんですよ。ここはちょっとね、見るのも相場で行きましょうと。今週はだから残り1週間。今日水曜日ですけども、水木金と、見るだけになっても構わないから徹底的に観察していきます。そして、隙あらばエントリーしていきますからね。じゃあ隙あらばエントリーの、その私の一定のポイントっていうのは、132円の970なんですよ。つまり、133円前後。で、バイでエントリーを、今ぼんやり頭の中に描いてます。ね、前回も似たようなこと言いましたよね。131円前後でバイでエントリー、ロット多め。それと似たような感覚を今感じてますけども、ちょっと観察してからでも遅くないんでね。今日はそれだけ申し上げておきます。さあ、いかがでした？私の相場解説。納得できました？理解できました？私はテクニカルに忠実にやってるだけで、私の考え方とか、独特のノウハウとか、変なインジケーター、ツール、全く使ってないのがわかると思います。このスタイルで6年間やってきて、テクニカルを扱えてない1年目っていうのは全然勝てませんでした。でも、テクニカルがだんだん自分の血となり、肉となりに従って、利益幅は増えていって、解説もより具体的にできるようになったんですよ。なぜなら私はテクニカルの話をしてるだけだからなんですよ。はい。じゃあ今日はこんなところで閉じていきましょう。FX オリガルヒご参加中の皆様、もう始まってますんでね。12日を待つことなく、ちゃんと日々私はカリキュラムをお送りしてます。そして、12日前後を機会に、この FX の相場解説はほとんどの人が見れなくなります。そして、FX オリガルヒの方だけの放送になります。そのような心づもりでいてください。販売はもう終了しています。では、失礼します。